ポルカ、ポルカ、葉っぱが枯れちゃいました。モグラがそこら中、周り中、走ってます。多分グラグラじゃないかなと思ってます。おお、グラグラだ、これはグラグラだ、この状態。はいはい、もうグラグラです。もう引っこ抜きます。残念ですけど、こうモグラに完全にやられてます。これ悲惨だ。株が半分になっちゃいました。こんな状態です。半分は向こうしっかりと残ってます。よかった、半分残ってるわ。向こう残ってる、残ってる。こっちもグラグラですわ。腹立つ。モグラ絶対捕獲してあるからな。10年からの、株です。半分いっちゃいました。ポルカ、状態です。はい、もうこれでちょっとノコを持ってきて、ね、縁切ります。ちょっと中断します。あー、情けない。本当に残念です。今まで再三痛みつけられてきたけど、どうのことは生き残ってたんですけど、残念です。株分け残り半分で期待します。こちらは一応青をしております。青をしております。シュートもずっと続いてます。切り落としました、切り落としました。はい、モグラだけじゃないな、カミキリムシも入ってるな。カミキリムシも入ってるな。もう一度中断します。掘り起こしてみます。掘ってみます。まあ、モグラの穴には違いないです。おお、やっぱりモグラだ。お、モグラ、モグラ。カラ。まだ立つ。天気が続いてたんで、深い位置が。スコスコ、こっちはしっかりしとる、向こうはしっかりしとるな、あちらはしっかりしとる、こちらはスコスコ。それにここで止まってるかな、なんと。ここから向こうは今きちっと行けてる。こっちはブヨ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 だ。
電切れたな。電切ろう。ここで。ここで。あ、ここから入ってるな。入ってる。カムコ行ってないわ。ここ止まりだ。ここから、あ、行ってもか。からない。ちょっと、わかりません。この、大きな犬です。飛んでる モグラのトンネル、こいつが悪さしたのには違いないです。うっ、ストーンと向こうへ。あ、あったく、はい、そういう状態で枯れてしまいました。カミキリムシも入ってたようです。戻します。次の手を考えます。お蝶、ここまでの映像にしておきます。こちらが生き残れるように考えたいなと思います。お、ネキリムシもネキリムシ、ネキリムシもネキリムシも。ああ、なんやかんやおるな。よし。以上でした。